トラベラーチャンネル。こんにちは。 JST で海外ウェディングとハネムーンを担当している早川です。毎週月曜日はトラベラーチャンネルで海外ウェディングやハネムーンを中心にお話をしておりますが、本日は、こちらマルタ旅行を10倍楽しむ方法映画編ということで、何かっていうとマルタに行く前に見ておくといいかなっていう映画を今日はご紹介したいと思います。この映画っていうのは実はマルタがこう舞台で撮影された映画になりまして、マルタにやっぱりこう、マルタだけじゃないですね、こう海外旅行に行く時にそこの国でそこの場所で撮影されたこう映画をこう見ていくと結構行く前にイメージが湧くし、行った時にここ映画のシーンで出てきた場所だみたいなことも現地であったりするかもしれませんので、今日はマルタに旅行に行きたいなっていうふうに考えている方、あと行く予定がある方が出発する前に、映画を見て、より楽しみにしていただけたらなと思って今日はちょっとお話をさせていただきます。じゃあ、こちらですね。実はマルタで、撮影された映画っていうのは今まで26本前後ぐらいあるんですけど、その中で今日は7つの映画、ちょっと有名な映画をピックアップさせていただきました。ちょっと順番にいってきますと、まず古い方からですね、1番「ポパイ」っていう映画が1980年に撮影された映画になりますが、もう今44年前ですねの映画になりますが、ロビン・ウィリアムスが主演の映画で、実はこの1番って書いたここですね、この1番の、ここで撮影されたんですけど、ここは本当にすごくて、このマルタでこのポパイの映画が44年前撮影された時のまま施設が残っていて、そこが今、なんですかね、そのテーマパークになっていて、入場料がねちょっとかかるんですけど、そこで、ポパイとか、オリーブが実際、人間が扮しているポパイオリーブがいて、そのテーマパークを、その当時のように楽しんでいただくことができたり、その目の前の海がすごく綺麗なので、夏の時期は、入場料をお支払いすると、そこでお子さんとか、家族とかで結構海で遊んだりすることもできますので、どんな感じかっていうと、こんな感じですね。すごく綺麗な海があって、こういう、ポパイがこのテーマパークの中にいてくれて、その44年前のこの映画のセットがそのまま残っていて、ここ自体がテーマパークになっているという、場所になっております。はい、じゃあ順番に行きます。次がグラディエーターで、ポパイの場所がこの1番のここですね。マルタの首都バレッタがあるこの場所になります。2番、これはねかなり有名なグラディエーター。2000年に撮影された映画なんですが、24年前ですね、24年前になる感じで、リカーソリ要塞って書いたんですけど、これはこの2番のここで撮影された映画なんですけど、剣闘士ですね、グラディエーター、剣闘士がローマ帝国時代、皇帝に、自分の家族とかも全部殺されてしまって、その闘争の絡みで殺されてしまって、その復讐のためにグラディエーター剣闘士になって、皇帝をやっつけるみたいな感じの映画なんですけど、これは本当アカデミー賞だったりゴールデングローブ賞ですかね、も撮っているっていう映画なので、これはもう本当、マルタに行く前にぜひね見ていただきたい映画の一つです。グラディエーターどんな感じかっていうと、ちょっとぼやっとしてますけど、こういう、コロッセオみたいなこういう、戦いの会場でこういう、死闘を繰り広げていくみたいな、そので復讐するチャンスを、狙っていく、主人公のラッセル・クロウだったかなが、狙っていくみたいな感じの映画です。はい、じゃあ続いて3番「タイタンの戦い2010年」ということで、14年前の映画ですね。これはマルタのゴゾ島で撮影された映画なんですけど、この「タイタンの戦い」はもう本当にすごくて、クロノスっていう、ポセイドンとか、ハーデス、あとゼウスとかを作った創造神っていう、この神々たちを作った創造神のクロノスっていう、封印された神様の中でもその創造神であるそのクロノスがなんと封印を解いて人類に襲いかかって、でそれをペルセウスっていう人の体を持った神がやっつける、戦うみたいな感じの映画なんですけど、この「タイタンの戦い」もゴゾ島で撮影されておりますので、ゴゾに行かれるっていう方は是非ねこう見ていただきたい。ちょっとこれもどんな感じかっていうと、こんな感じでこれクロノスっていう創造神が、これペルセウスですねが、挑むみたいな、もう負けちゃうでしょみたいな感じがするんですけど、そういう、タイタンの、戦いが、3番目。で4番目、これちょっとね意外なんですけど、オリエント急行殺人事件っていうのが2017年に撮影されていて、これは4番ですね。こうバレッタの、付け根のあたり、世界遺産のマルタの首都バレッタの付け根のあたりで撮影されたっていう、これオランダからトルコだったかな、ごめんなさい、トルコ発フランス行きのオリエント急行の中で、アガサ・クリスティ原作の、その小説を、映画化したっていうものなんですけど、これ主演がジョニー・ディップっていうことで、有名な、俳優が出ている、オリエント急行殺人事件なので、これも、ちょっと、このバレッタの地区で撮影されているので、ちょっとこうね、ここ見覚えがあるみたいなところが出てくるかなっていう感じがしますので、ぜひオリエント急行も、そうだとこんな感じですね。オリエント急行の中で殺人事件が起こって、それを、解決する、ジョニー・ディップが解決するみたいな感じの、になっております。はい、じゃあ続いて5番目、コンテンツ版 JP 英雄編ということで、自分もこれ映画館に見に行ったんですけど、2022年、今から2年前ですね、コンフィデンスマン JP の最新作ということで、もう本当にこのマルタで、このバレッタっていうスイマーですねで撮影されたっていうので、すごく、マルタがこうクローズアップされた映画で、これはマルタのいろんなシーンが出てくるので、これはね、このグラディエーターと並んで、ぜひね見ていただきたい映画の一つ、コンフィデンスマン JP の英雄編ということで、これの舞台になった、スリーマーバレッタの地区なんですけど、ちょっとこれは動画で結構マルタのこの、バレッタ、あとこのバレッタの向かい側のスリーマっていう地区が本当に石造りで作られた建物ばっかりで、もう本当にこういう、石造りの世界観の中で映画が撮影されているので、結構映画を見に行くと、マルタのイメージが湧くかなっていう映画になっていますので、コンフィデンスマン JP もともと日本のドラマだったんですけど、やっぱ人気があって、映画が、いくつか作られてきて、その2年前最新作のコンフィデンスマン JP の英雄編っていうのが、なんとマルタで撮影をされました。はい、じゃあ続いてこれもすごいんですけど、6番「ジュラシック・ワールド新たなる支配者」、これも2022年ということで、これもバレッタで撮影をされた映画なんですけど、これはもう本当スピルバーグ監督ですねの映画の、最新版ということで、本当にこれはこれですね、ジュラシック・ワールド新たなる支配者ということで、マルタが舞台で撮影された映画になってますので、これもぜひね、バレッタが舞台ということなので、ぜひね出発する前に見ていただきたい映画になってます。で、最後は「ナポレオン2023年」、昨年ですね、ゴールデンベイ南ということで、ナポレオンはこのマルタのちょっと僻地ではあるんですけど、ゴールデンベイがここにあって、そのちょっと南の方にある場所で撮影されたっていうふうに言われてますが、このナポレオンは実は、マルタを1年間だけ、統治していったことがあるので、マルタの歴史もちょっと勉強していけるかなっていう、題材になるような映画だと思います。ナポレオンはもう本当なんですかね、いろんなクーデターを起こしたりだったりとか、フランスの皇帝にのし上がっていって、のし上がってフランスを守る立場に立ったんですけど、もう守るだけじゃなくて、どんどん侵略、他の国をまあ攻めて、そのマルタをナポレオンがこう領土にしたのも、その侵略戦争で勝ってマルタを領土にしたっていう歴史がある、ナポレオンになってますので、まあ、これも去年こうね、オープンしたというか去年上映された映画なので、まあ、マルタの中では本当にこう最新作の映画になりますので、ぜひマルタに、行く予定の方、この「ナポレオン」も、見ていかれるといいんじゃないかなと思います。今日は、ちょっと、マルタに行く前に、見ていかれると映画を、まあ、7本ご紹介させていただきましたが、やっぱりその国に行かれる前にその国、まあ、ゆかりの映画っていうのを見ていくと、まあ、イメージも湧くし、ちょっとこうワクワクする、気持ちが、上がるんじゃないかなと思いますので、マルタに行かれる方、参考にしていただけたらなと思います。本日の、ご案内以上になります。参考になっているという方はいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。では失礼します。